私たち掲示板を見てきたんだけど。あら、ずいぶんと早いわね。さっき依頼を出したばかりなのに。転属してきたばかりだし、やる気を見せないとね。早速だけど、お仕事の話をしちゃっていい？うん、いいわよ。臨時秘書の募集ということでしたよね。ええ、そうなの。ちょっと手に負えない厄介な仕事もあってね。手に負えない仕事？ま、その話は後でするわ。それより先に片付けてほしい仕事があるの。まずはそっちからお願いするわ。どんなお仕事ですか？資料室は工房中の研究室に本を貸し出してるんだけど、時折期限を過ぎても返却されないことがあるの。まず最初にそういう本の回収をお願いしたいのよ。なんだ、簡単じゃない。で、どこに行けばいいの？貸し出し先は3階の設計室に4階の実験室と医務室よ。3階の設計室に4階の実験室と医務室と。それで終わり？ええ、そうよ。手早く片付けてきてくださいな。うん、わかったわ。では早速取り掛かります。どう？仕事は進んでる？へっへー、持ってきたわよ。うん、確かにこれで全部の本を回収できたわね。とりあえずお疲れ様。これぐらい楽勝よ。さすがに問題なかったね。あら、それは頼もしいわね。それなら早いとこ本命の仕事をお願いしようかしら。あ、そうだったわね。手に負えない厄介な仕事があるって言ってたっけ。一体どんな仕事ですか？基本的には今と同じ、返却期限を過ぎた資料の回収よ。探してもらう本の名前はエルベキツツキの生態。メモよろしく。あ、はいはい。キツツキの生態と鳥の本かな。それで何か手がかりは？ええ、あることはあるわよ。これを見てちょうだい。山里や池に佇む石の人、近寄りて見よ、さらば得られん。一応メモはしたけど、何よこれ。その本の退出カードに書いてあった文章よ。どうやら
本を隠した場所のヒントになってるらしいの。隠した場所のヒントって、それって最初から隠すつもりで本を借りたってこと？ええ、そうらしいわ。昔の研究者の仕業みたいね。なんで本なんか隠そうと思ったのか見当もつかないけど、ま、変な人が多いのはここの伝統ってことかしら。じゃ、あとはよろしく。頑張って探してくださいな。ちょっと待って、手がかりってこれだけ？ええ、これだけよ。だから遊撃士協会に依頼を出したんじゃない？それを言われちゃおしまいね。わかりました。難しいお仕事ですが、精一杯努力してみます。ザイス地方をくまなく調べればきっと見つかるわよ。私はここで待ってるから、本が見つかったら持ってきてね。はあ、頑張るしかないか。期待してるわよ。
くよ。捕らえた。僕の番だね。スイッ！行くよ。一気に殲滅する。これで終わりだ。あら、先ほどティータちゃんと一緒にいた。ようこそ中央工房へ。どういったご用件でしょうか。あの、私たち遊撃士協会の者なんですけど。こちらの工房長さんに面会をお願いに来ました。まあそうでしたの。ちょっとお待ちください。あ、工房長、ご休憩のところ失礼します。はい、そうですの。遊撃士協会の方々が、かしこまりました。それでは。お待たせしました。マードック工房長がお会いになられるそうです。お手数ですが、2階にある工房長室をお尋ねください。よかった、すぐに会ってくれるんだ。それじゃあ2階に上がろうか。いやあ、待っていたよ。エステル君とヨシア君だね。あ、はい。はじめまして、工房長さん。お忙しいところを失礼します。いやいや、気にしないでくれたまえ。遊撃士協会には、特にカシウスさんにはお世話になっているからね。そのお子さんたちとなれば歓迎しないわけにはいかないさ。え、工房長さんって父さんの知り合いなの？知り合いというか、カシウスさんは大の恩人だよ。この中央工房は大陸で最もオーブメント技術が進んでいる場所といっても過言じゃない。当然その技術をめぐっていろいろとトラブルが絶えなくてね。どうしても対応に困った時はロレント支部に連絡して彼に来ていただいていたんだ。そうだったんだ。道理でいつも出張が多かったわけだね。その恩人のお子さんたちがわざわざ訪ねてきてくれたんだ。喜んで相談に乗らせてもらうよ。ありがとう、工房長さん。少し話は長くなりますが。なるほど、そんなことがあったのか。そのオーブメントを拝見しても構わないかね。うん、もちろんよ。確かに得体の知れない代物だ。明らかに最近作られたものだが、どこにもキャリバーが刻まれていない。キャリバー？
オーブメントのフレームに刻まれている形式番号ですか？うん、その通りだ。オーブメントにはほぼ例外なく、いつどこで作られたのかを表す形式番号が刻まれている。これはリベールだけでなく他の大陸諸国でも事情は同じでね。50年前にオーブメントが発明された時からの伝統なのだよ。へえ、そうだったんだ。あ、本当だ。確かに番号が刻まれてるわ。はあ、今まで気づかなかったのかい？うっさいわね。でもキャリバーがないのってそんなに不自然なことなんだ。動力技術者にとってナンバリングをすることは常識とも言えることだからね。試作品だとしてもそれは同じとなると、何か後ろ暗い目的で作られた可能性が高いかもしれない。後ろ暗い目的？まあ、はっきりとしたことは内部を調べないとわからないが。どうしたんですか？参ったな。調整用の蓋が見当たらない。よく見たら継ぎ目もないし、どうやって組み立てたんだろう。このままだと中を調べるのすら難しそうだな。そんな。あ、だったら外側のフレームを切断すればいいんじゃない？まあ確かにそうするのが手っ取り早いかもしれないが、でもカシウスさん宛に届いたものを勝手に傷つけるのはちょっと気が引けるな。そっか。例の博士にだったら任せられると思うんだけど。あ、同封されていたメモの。確かにその博士だったら任せちゃってもいいかもね。ん？実はそのオーブメントと一緒にこんなメモが入ってたんだけど。R 博士に調査を依頼。その R 博士という方に心当たりはありませんか？心当たりがあるも何も、頭文字が R でカシウスさんの知り合いと言ったらラッセル博士に間違いないだろう。やっぱりそうですか。ラッセル博士っていうかヨシアの知り合いなの？いや、面識はないけどね。オーブメント技術をリベールにもたらした人物として有名なんだ。おお、よく知っているね。オーブメントを発明したのはエプスタイン博士という人だが、ラッセル博士はそのエプスタイン博士の直弟子の一人にあたるんだ。40年前彼が持ち帰ったオーブメント技術のおかげでリベールは技術先進国となった。いわばリベールにおける動力革命の父といえるだろう。へえ、そんなすごい人がいるんだ。父さんってばつくづく意外な人脈を持ってるわね。しかしそのオーブメントを博士に任せるのは少し心配だな。どんなことになってしまうやら。え？なんというか良くも悪くも天才肌の人でね。一度研究心に火がつくといろいろなことを起こしてくれるんだ。そうだ、初めて動力飛行船を開発した時も。なんか遠い目してる。いろいろとあったみたいだね。これは失礼。まあ確かに博士ならそのオーブメントの正体を必ずや突き止めてくれるだろう。紹介するから相談してみるといい。ありがとう工房長さん。どちらに行けば博士にお会いできますか？そうだな、ちょっと待ってくれたまえ。もしもし。ああ、ちょうどよかった。実は君のことを探していてね。すまないがこちらに来てもらえないかな？うん、待っているよ。ひょっとしてそのラッセル博士を呼んだの？いやいや、とんでもない。実はラッセル博士は町に個人工房を持っていてね、最新式の設備が揃っているから普段はそちらで研究をしてるんだ。へえ、さすが天才博士って感じね。あれ、それじゃあ今呼んだのは？うん、そのラッセル博士のお孫さんがここで働いているんだ。その子に君たちのことを案内してもらおうと思ってね。その子？失礼します。あ、君は？あれ
ョシュアさん。なんだなんだ、ひょっとして顔見知りかね。うん、知り合ったばかりだけどね。それじゃあ彼女が博士のお孫さんなんですね。うん、その通りだ。ティータ君、こちらのエステレ君たちが博士に相談があるそうなんだ。家まで案内してもらえるかね。おじいちゃんに。あ、はい、わかりました。よろしく頼んだよ。そうそう、何かわかったら私にも教えてくれると嬉しいな。技術者の端くれとして非常に興味をそそられるからね。うん、わかったわ。それでは失礼します。いやー、ティータちゃんが来るとは思わなかったわ。しかも有名な博士のお孫さんだったなんてね。道理でオーブメントの扱いにも慣れているわけだ。そんなことないですよ。おじいちゃんはともかく、私はただの見習いですから。あ、そういえばおじいちゃんに相談って遊撃士のお仕事と関係が？ま、半々ってところかな。これがまた複雑怪奇な事情でね。詳しい話はおじいさんに会った時にさせてもらうよ。あ、はい、わかりました。私の家は町の南西の方にあるんです。エスカレーターを降りてまっすぐ歩けば南口があって、そこで西に曲がれば到着です。わかったわ。それじゃあ早速行きましょう。ここが私の家です。へえ、いいお家じゃない。ラッセル博士はどこにいらっしゃるのかな。おじいちゃんなら工房の方にいると思います。その扉の向こう側です。それじゃあ早速挨拶させてもらいますか。ここをこうしてこうすれば、うん、あ、あ、その人ね。はじめまして。私、遊撃士協会のエステル・ブライトって言います。実は博士に相談したいことが。あり？できた。やったわい、ついに完成したぞ。さすがわし、すごいぞわし。うん、こいつは早速テストせねばなるまいて。おお、なんなのよ。ごめんなさいエステルさん。おじいちゃん、発明に夢中になると周りが目に入らなくなって、数日前から作っていた装置がようやく完成したみたいなんです。なるほど、さすが天才って感じだね。そういう問題じゃないと思うんですけど。面目ないです。おじいちゃん、あのね、このお姉ちゃんたちが相談したいことがあって。ティータ、いいところに戻ってきたな。今からテストをするからデータ収集を手伝ってくれ。え、でもあのね、今度の発明は生体感知器を無効にするオーブメントじゃ。
特殊な動力場を発生してスキャンをごまかすわけじゃな。あ、本当？本当も本当、かけになしの新発明じゃ。ほれほれ、いいから起動テストの手伝いをせ。しばらくかかりそうだね。ほれ、そこの黒髪の。え、僕のことですか？他に誰がおる。2階の本棚から動力場における赤力値というノートを持ってくるんじゃ。ほれほれ、とっとと急がんか。はい、わかりました。ちょっとヨシュア。ほれ、そこの触覚みたいな髪下の。触覚。あーですって。ボケーっとしとらんでコーヒーでも入れてこんか。なんで私が。ちなみにわしはブラックじゃ。泥のように濃いやつを頼むぞ。聞いてないし。もう分かったわよ。さすが早いな。あれ、そういえばエステルさんたちは誰じゃそれ。そういえば見覚えのない若い女子どもがいたが、はてマードックのやつがよこした新人かの。すまんすまん、すっかりお前さんたちを中央工房の新人かと思ってな。いつものノリでこき使ってしまったんじゃ。ったく、笑い事じゃないわよ。コーヒーだけじゃなくて散々手伝いをさせてさ。まあまあ、貴重な経験をさせてもらったと思えばいいじゃない。新型オーブメントの起動実験なんてめったにあるもんじゃないんだし。はあ、お前さんなかなか分かっておるようじゃの。どうじゃ、遊撃士なんぞやめて動力学者への道を進んでみんか。もうおじいちゃんたら、ごめんなさい。エステルさん、ヨシュアさん、なんだか私も実験に夢中になっちゃって。あ、ティータちゃんが謝る必要はないんだからね。はあ、動力革命の父とか言うからどんなすごい人かと思ったけど、ここまでお調子者のじいさんとは思わなかったわ。そう褒めるでない。しかしまさかカシウスの子供たちが訪ねてくるとはの。わしの方もびっくりじゃよ。あ、やっぱり博士って父さんの知り合いだったんだ。うん、結構前からのな。あやつが軍にいた頃からじゃから、20年以上の付き合いになるか。私もカシウスさんと会ったことがありますよ。おひげの立派なおじさんですよね。立派というかうさんくさいというか。でもそういうことならあれを預けても良さそうね。そうだね、問題ないと思うよ。なんじゃ、なんかあるのか。そういえばお前さんたち、わしに相談があるそうじゃな。うん、実はね。ほう。わあ、真っ黒いオーブメント。これは興味深いの。キャリバーがないのもそうだが、継ぎ目の類が見当たらん。しかもこのフレームは。何してんの？特殊合金製のカッター。やはりか。ほれ、見てみるがいい。うん。あれ、傷一つついてない。どうやらこのフレームはわしが知っているどんな金属よりも硬い素材でできているようじゃ。
切断して中を調べるのはかなり難しいかもしれんな。そんなにとんでもない代物なんだ。切断するのが難しいとなると困ったことになりましたね。まあフレームの切断は時間をかければできるじゃろう。しかしその前に測定装置にかけてみるべきかもしれんな。測定装置？さっきの実験でも使ったあの大きな装置のことですよ。動力波の動きをリアルタイムに測定するための装置なんです。よくわかんないけど、その装置を使うとどうなるわけ？簡単に言うと、このオーブメントがどんな働きをするのかがわかるんじゃ。もっとも動力波の動きだけではあくまで推定の範囲内にとどまるがな。それでも重要な手がかりは得られる可能性が高そうですね。それじゃ早速。でもおじいちゃん、そろそろご飯の時間だよ。エステルさんたちもよかったら食べてってください。あんまり自信はないですけど。それじゃあ遠慮なく。よかったら僕たちも手伝うよ。よし、それじゃあこうしよう。食事の支度が済むまでわしの方はちょっとだけ。ダメ、私だって見たいんだもん。抜け駆けはなしなんだから。ケチ。なんていうか、この二人血は争えないってやつだね。腹も膨れたことじゃし、早速始めるとしようかの。それではエステル、例のオーブメントを台の上。うん、これでいいの？ご苦労。ティータや、そちらの用意はどうじゃ？バッチリだよ。よろしい。それでは黒の動力機の動力波測定実験を開始する。黒のオーブメント？なんかまんまなネーミングね。シンプルイズベストじゃ。とりあえず名前がないのは不便じゃからの。ドキドキワクワク。ああ、この子はこの子ですっかりやる気満々だし。よし、それでは始めるぞ。ティータ、装置の起動を頼む。出力を 45% に固定。各種測定器のスタンバイ開始。了解。各種測定器準備完了だよ。さて、ここからが本番じゃ。入出力が見当たらない以上、中の結晶回路に動力波をぶつけて反応を探るしかないわけじゃが、そこでこの測定装置の進化が発揮されるというわけじゃ。ノリノリね。ポチッとな。へえ、いかにもそれっぽい光ね。なるほど、ああやって結晶回路に負荷をかけるのか。よしよし。ティータや、測定器の反応はどうじゃ？なんだか変かも。タコメーターの針がブルブル震えちゃって。ぐるぐる回り始めたよ。なんじゃと？なんじゃこれは。よっしゃ、これ、あの時の黒い光。なんじゃと。
あと少しで何かがつかめそう。ちょっとちょっと、街中の照明が消えてるわよ。ふえ、なんと、仕方ない、これにて実験終了じゃ。ケーキの方はダメじゃ、何も記録しておらん。ということは生きていたのは黒の動力器が乗った本体のみ、あとは根こそぎということか。よかった、実験を中止したみたいだね。あ、ヨシュア、外の様子はどうなの？うん、照明は元通りになったみたいだ。まだ騒ぎは収まっていないけどね。そっか。でも一体全体何が起こっちゃったってわけ？そうじゃな、あえて表現するならば動力停止現象と言うべきか。動力停止現象？オーブメント内を走る動力が働かなくなったということですね。やっぱりその黒の動力器が原因なのかな。うん、間違いあるまい。しかしこれほど広範囲のオーブメントを停止させるとは、こいつは予想以上の代物じゃぞ。お、面白い、すこぶる面白いわい。お、面白がってる場合じゃないと思うんですけど。博士！おお、マドック、いいところに来たじゃないか。いいところじゃありません。毎回毎回新発明のたびにとんでもない騒ぎを起こして、街中の照明を消すなんて。今度は何をやったんですか？しっけえな、今回はわしは無関係じゃぞ。そこに置いてある黒の動力器の仕業じゃ。それは例の。なるほど、それが原因ならこの異常事態もうなずける。だからといってあんたが無関係ということがあるか。ち、バレたか。なんかやたらと息が合ってるわね。いつもこんな感じなんだ。あう、恥ずかしながら。いやー、昨日は大変な一日だったわね。この街自体もびっくりしたけど、あんな事件が起こっちゃうなんて。そうだね。それにしても黒のオーブメントか、想像していた以上に大変な品物だったみたいだね。うん、実験には失敗しちゃったけど、博士どうするつもりなのかな。おはようございます、エステルさん、ヨシュアさん。あ、おはよう、ティータちゃん。おはよう。昨日は大変だったね。そうですね。エステルさんたちはよく眠れましたか？うん、バッチリよ。そういえば博士はもう起きてるの？あ、おじいちゃん、朝早くに中央工房に行っちゃったんです。絶対に黒の動力器の秘密を突き止めてやるわって。はあ、あれだけ工房長さんに釘を刺されたのにまだ懲りてなかったんだ。僕たちが持ち込んだ品物を調べてくれるのはありがたいけど、ちょっと申し訳ないな。気にしないでください、おじいちゃん、自分が調べたくて調べているだけなんですから。そうだ、朝ごはん食べたら私も中央工房に行きますけど、エステルさんたちはどうします？もち、付き合うに決まってるわ。あのオーブメントの正体も知りたいし。そうだね、何か手伝えるといいんだけど。はあ、だったら一緒にお出かけですね。あ、いけない、スープをかけたままだった。すぐ
に朝ごはんできますから、もうちょっと待っててください。いいなあ、あれお持ち帰りにできないかしら。エステル、おじさんっぽいよ。さてと、おいしい朝食もごちそうになっちゃったし、中央工房に行くとしますか。その前にできれば一度ギルドに寄った方がいいかもね。念のため昨日の一件について報告した方がいいかもしれない。あ、それもそっか。ねえティータちゃん、ちょっと寄り道してもいいかな。はい、もちろんです。おはよう。昨日は大変だったわね。早速報告を聞かせてもらおうかしら。相変わらず単刀直入ね。大体の状況は工房長から聞いているけど、実際に現場にいた人間の説明も聞いておきたいから。はい、それでは。なるほど、さすがカシウスさんのところに匿名で届いただけあって、真っ当な品ではなかったわね。ギルドとしても気になるから、このまま博士に協力するといいわ。うん、そのつもりよ。何か分かったら報告します。これで依頼達成だね。この調子で次の依頼も頑張るわよ。お疲れ様。何か依頼。また失敗か。おじいちゃん、お手伝いに来たよ。おお、ティータ。おや、お前さんたちも来たのか。やっぱり気になっちゃって。で、一体何してるの？見ての通り、工作機械を使って黒の動力機のフレームを切断しようとしているんじゃが、これがなかなかうまくいかなくてな。どういうことですか？百聞は一見にしかずじゃ。ポチッとな。お、なにこれ？工作用の丸ノコです。特殊合金製で、大抵のものは切断できちゃうんですけど。へー、これなら止まっちゃった。やっぱり小規模だけど、昨日と同じ現象ですね。どうやらこの黒いやつは監視をしようとするオーブメントの機能を停止させてしまうらしい。単に照明を消すだけにはとどまらなかったみたいじゃな。そうなんだ。でもおじいちゃん、夕べみたいに周りに広がったりしないの？うん、いいことに気づいたな。
どうやらこの停止現象は周囲で稼働中のオーブメントに連鎖して広がっていくものらしい。有効範囲はおよそ5アージュ。逆に言ってしまえば範囲内に稼働中のものがなければそれ以上は広がらんというわけじゃ。なるほど、そんな法則があったんですか。じゃがそれが分かったところで肝心要の機械を止められては中を調べることはできん。これは困ったことになったの。なんとか人間の力で切断することはできないの？気合と根性でとかさ。無茶だよエステル、特殊合金製のカッターでも傷つけられなかっただろう。あ、そっか。だったら火を使えば溶鉱炉に入れて溶かしちゃうとか。そんなことをしたら中もただじゃ済みませんよ。やっぱダメか。いや、いけるかもしれんぞ。え？高温で溶かす方法ですか？いや、そうではない。要は動力、オーブメント機構で作動する機械を使うから問題なんじゃ。工作機械を動力以外で動くようにしてしまえばいい。機械を動力以外で動かせるようにする？そんな方法があるんですか？内燃機関といってな、火を燃やしてエネルギーを生成する仕組みがあるのじゃ。アイディア自体は昔からあるが動力機関よりも効率が悪くてな。ただ工作機械くらいなら簡単に動かすことができるぞ。そんなものがあるんだ。なるほど、それで火なんですね。でもおじいちゃん、内燃機関のユニットなんて私見たことないけど。確か中央工房のどこかに研究用のものがあったはずじゃ。おっと、それから燃料を調達する必要があるな。燃料って油のこと？いや、ガソリンという燃焼力の高いものが必要じゃ。溶剤としても使うから割と備蓄があったはずじゃ。なんとかいけそうじゃの。よし、早速工作機械を改造してみるか。あ、私も手伝うよ。私たちも何か手伝えることないかな。ティータちゃんみたいに専門的なことは無理だけど。だったらその内燃機関とガソリンを取ってきてくれんか。少々重いが遊撃士の体力ならばなんとか運べるじゃろ。オッケー、任せて。内燃機関とガソリンですね、どこに置いてあるんですか？はって、まさかどこにあるのか忘れてしまったんじゃ。忘れた。あっさり言わないでよ。あのエステルさん、多分演算室だったらどこにあるか分かると思います。演算室？5階にある部屋で動力演算機があるんです。中央工房に関する情報が全部記録されているから保管場所も分かると思います。すごいな、そんな場所があるんだ。てなわけでよろしく頼むぞ。まったくもう。まあいいや、とりあえずその演算室ってところに行きますか。うん、誤解だったね。ここが演算室で間違いなさそうだね。おや、君たちは。見かけない顔だけど、演算室に何か用かい？私はここの技術主任のトランスというものだ。はじめまして、遊撃士協会の者です。実はラッセル博士の頼みで調べ物に来たんだけど。ラッセル博士の？また面倒事じゃないだろうね。またって本当博士信用ないのね。いや、その博士が天才なのは認めるよ。この演算機カペルだって
博士が開発したものだしね。でもね、あの人が絡むといつもトラブルが絶えなくてさ。ティータ君は一生懸命で本当にいい子なんだけどね。気持ちはわかるけどね。でも今回はそんなに手間を取らせないと思うわよ。中央工房で保管している備品の場所を探したいんです。あ、そういう話か。その程度だったらすぐに調べられると思うよ。それじゃあせっかくだから検索の仕方を教えておこうか。この円筒の装置が動力演算機カペルだ。今では動力演算機は飛行船の航行制御なんかにも使われるようになったけど、このカペルは現時点で世界最高の情報処理速度と高度な汎用性を備えている。構造物の強度計算から情報検索まで何でもござるさ。で、情報検索のやり方だけど、まずこの正面のパネルで情報検索モードに切り替える。すると動力信号が配線を通って記憶オーブメントにアクセスする。記憶オーブメントには光情報を管理するクォーツが大量に仕込まれているからね。知りたい情報があったら簡単に引き出せるって寸法さ。あと、ここまではいいかい？ここまでというよりも、最初から最後までさっぱり意味不明なんですけど。まあ詳しい仕組みはいいか。モードを切り替えておくから実際にパネルに触ってごらん。すぐにやり方がわかるはずさ。どうやら探し物は見つかったようだね。うわ、魔法の箱みたいね。動力演算機、想像以上にすごい技術ですね。基本概念を提示したのはラッセル博士の先生であるエプスタイン博士らしいけどね。ただそれをここまで形にしたラッセル博士もまた天才だよ。あれでもう少し落ち着きがあればいいんだけど。エイドスは二物を与えずですね。ところで内燃機関を管理してるグスタフ整備長って人だけど、その人ってどこにいるの？整備長は飛行場の責任者だから、そっちに行けば会えると思うよ。それとガソリンの方だけど、オーブメント生産工場は中央工房の地下区画にあるんだ。そこにいるスタッフに頼んだら手に入るんじゃないかな。内燃機関のユニットは飛行場にいるグスタフ整備長、ガソリンは地下にあるオーブメント生産工場ですね。サンキュー、助かったわ。いやいや、何かあったらまたどうぞ。どうしたの？へえ、ガソリンか。確か保管庫の奥にいくつかタンクがあったな。ちょっと問い合わせてみるよ。こちらフェイ、ちょっと頼みがあるんだけど、カルバードさんのガソリン確か備蓄あったはずだよね。うんうん、タンクに入れて送ってくれる？持ち運びができるくらいのやつ。サンクス、頼んだよ。ちょっと待ってて、すぐに送ってくれるってさ。送ってくれる？うわっ、来た来た。ひょっとして
これがガソリンなの？送ってくれるというのはこういうことだったんですか。大したもんだろ。このコンベアシステムはただ製品を運ぶだけじゃない、広大な地下工場を相互に結ぶ機能があるんだよ。へえ、便利なもんね。これもラッセル博士の発案でね、もともとは製品を運ぶだけの機能しかなかったんだけど、あのじい様が改造してからかなり使えるシステムになった。まあインフラ整えるまで死ぬほど苦労させられたけどね。やっぱりそう落ちるんだ。それじゃあこのタンク持って行かせてもらいます。はいはい。ああ、何に使うか知らないけど取り扱いには注意しないよね。ガソリンっていうのはとにかくよく燃えるからさ。よう、飛行船をご利用かい？西回りの定期船ならちょうど出たところだが。ううん、飛行船に乗るわけじゃないわ。グスタフ整備長っていう人に頼みたいことがあるんだけど。なんだ、親父さんに用か。親父さんなら今ここにはいないけど。え、出かけてるの？ああ、ここ 2,3 日レイストン要塞に行っているんだ。なんか急に軍用警備艇のメンテナンスの依頼が入ってね。レイストン要塞っていうと、バレリア湖畔にある王国軍最大の軍事基地だよ。サイス地方の北側だね。それじゃあ簡単には戻ってこれなそうね。博士の用事どうしよう。何の用事か知らないけど、そろそろ戻ってくると思うぜ。さっき通信で連絡があったし。あれ、次の定期船がもう来たの？いや、噂をすればってやつさ。黄色の定期船、あれれ、そんな定期船あったっけ？いや、定期船じゃなさそうだね。ところどころ形状が違うし、作業用のアームもついている。あ、確かに。中央工房が所有している工房船、ライプニッツ号だ。定期船と同型なんだけど、いろいろな設備が追加してあってな。大型設備のメンテナンスや製品の運搬などに使われるのさ。へえ、空飛ぶ工房ってやつね。あ、それじゃあの船に整備長さんが乗っているんだ。そういうこと。早速話を聞いてきたらどうだ。うん、そうするわ。それでは失礼します。うん、なんだ嬢ちゃんたちは。このライプニッツ号にはいろんな機材が山のように積まれてる。危ないから近寄らないこったな。実は人を探してて。グスタフ整備長という方がこちらの船にいらっしゃいませんか？なんだよ、俺に用なのか。あ、おじさんが整備長さんだったんだ。なんだ、ラッセル爺さんの用事かよ。しかし内燃機関のユニットか、いいタイミングだったな。え、ちょっと待ってろよ。ひょっとしてこの船に積んであったのかな。うん、そうみたいだね。ほれ、お前から気をつけな。確かにずっしりくるわね。でも持てない重さじゃないかな。
へえ、娘っ子のくせになかなか気合入ってんじゃねえか。気に入ったぜ。そりゃどうも。しかしそれにしても面白い偶然もあったもんだぜ。軍から返してもらった直後にじいさんが持っていくとはな。え？軍からというと？いやな、そのサンプルしばらく王国軍に貸してたんだ。何かの研究に使うとかでな。で今日になってやっと返してきやがったわけさ。へえ、確かに面白い偶然ね。どうしたの？いや、なんでもないよ。目的の品も手に入ったし、そろそろ博士のところに戻ろうか。うん、わかった。整備長さん、サンキュー。ああ、じいさんによろしくな。出ていたものを持ってきました。おお、戻ってきたか。お疲れ様です。はあ、さすがにちょっと重かったかも。うん、ご苦労じゃったの。こちらもちょうど改造が終わったところでな。あとは内燃機関を取り付けてガソリンを入れるだけじゃ。ティータ、早速仕上げに入るぞ。よし、完成じゃ。うわー、ずいぶんとごついものがくっついたわね。これが内燃機関のエンジンなの？はい、そうです。この中でガソリンを燃焼させて、その力で工作機械を動かすんです。これで動力に頼らずに工作機械を動かせますね。うん、それでは早速スイッチを入れてみるか。ポチッとな。うわ、すごい音。オーバルエンジンと比べるとかなりの音と振動ですね。それが難点の一つでな。だが予想通り黒の動力機が発動する恐れはなさそうじゃ。ではこのまま解体を始めるぞ。うん、すごい火花だね。よし、ひとまず止めるぞ。どのくらいフレームが削れたのか確認してみよう。信じられない。特殊合金製の丸ノコなのに。とんでもない材質ですね。しかし根気よく続ければなんとか切断できそうじゃな。まあ丸ノコを何枚も交換する必要はありそうじゃが。こうなったら我慢比べってわけね。博士、ちょっといいですか？おお、無事改造は終わりましたか。当たり前じゃ。わしを誰だと思っておる。でなんじゃ、何か面倒でも起こったか？先ほどエルモの旅館から博士宛に伝言がありましてね。温泉を汲み上げる動力ポンプが故障してしまったらしいんですよ。このままだと営業できないから博士に直しに来てほしいと。かあ、なんじゃと。この忙しい時に面倒な。なんだったら代わりの技師でも送りましょうか？いや、40年以上前のポンコツじゃ。最近の機械しか知らん若い連中の手には余るじゃろ。困ったことになったな。あの、おじいちゃん、私が代わりに修理しに行っちゃダメかな。なぬ？ティータ君、前に連れて行ってもらった時整備のお手伝いをしたよね。だから大丈夫だと思うの。
確かにお前なら任せても良さそうじゃが、別の意味で心配じゃの。そうですね、街道には魔獣も出ますし。でもでも、魔王ばあちゃんが困っているの放っておけないよ。そういうことなら私たちに任せてくれない？え？街道での安全の確保は遊撃士の義務ですから、責任を持ってティータさんの送り迎えをさせてもらいます。おお、君たちが一緒だったら何の心配もいらないな。うん、せっかくだからお願いするか。あの本当にいいんですか？ほーら、子供が遠慮しないの。よかったら一緒に行こうよ。ありがとう、エステルさん、ヨシュアさん、おじいちゃん、工房長さん。それじゃあ行ってきます。よろしく頼むぞ。気をつけて行ってくるんだよ。